イオングループマックスバリューマックスバリュー関東ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスマックスバリュー関東マックスバリュー関東株式会社は関東地方でイオングループのスーパーマーケットを展開する企業である2008年8月に親会社のイオンから小売事業の継承を受けたイオンディテールが総合小売業事業に特化することに伴い事業を再編し 関東地方におけるスーパーマーケット事業を地域密着で展開することを目指して2009年12月4日に当社を設立2010年2月21日に4リテールから事業譲との形式で分社化された2010年2月21日に4リテールから分割された店舗は茨城県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県の1と4県のマックスバリュー及び マックスバリューエクスプレスの17店舗であった。なお、新船橋店と八幡店はそのまま、イオンリテールの直営となったが、八幡店は、その後、入居する、グリーンタウンや地に隣接するジャスコ八幡店に、統合され、ジャスコの食品売り場に転換。新船橋店も分社化から1年後の2011年2月20日に、イオンモール、船橋建設のため閉店したため、 千葉県における完全継承を完了した。なお、神奈川県は、当社以外にもマックスバリュー東海が運営する店舗があるが、メガボルト東海は、当社が出店している、川崎市以外に出店をしているため、両社のエリアの住み分けはできている。同年11月以降新規オープンした店舗はこれまで、店舗数が少なかった東京都内に集中出店しており、さらに、竹の塚店。 新船橋店、稲毛長沼店、成田富里店を除く、全店舗は都市型小型店舗業態である、マックスバリューエクスプレスである。また、2013年5月からは、同年1月にイオングループの一員となった、イオンエブリ株式会社から一部の店舗を順次、継承しており、その一環で、群馬県内の2店舗の運営を継承したが、これら2店舗は、商品供給を行うのみで、 レジ業務を他社が行っていたため、群馬県への完全な進出とは言い難い部分があった。その後、鶴亀、高崎モントレー店、また、2016年8月31日に、日立大田店が閉店したことにより、茨城県からも撤退し、首都圏1と3県の展開となった。設立当初より、本社は千葉県千葉市三浜区に所在していたが、2014年6月30日に、 東京都江東区亀井戸の亀井戸センタープラザ内に本社を移転した。なお、同地はかつてイオンエブリの本社が所在しており、本社が入居する亀井戸センタープラザの1階にはイオンエブリから継承したマックスバリューエクスプレス亀井戸センタープラザ店を出店している。本校では便宜上、分割継承前にオープンした当社運営店舗についても述べる。現行店舗については、 店舗一覧及びイオンリテールによる店舗情報を参照マックスバリューイオングループが国内外で展開する食品を中心としたスーパーマーケット。当社は東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県に15店舗を展開している。なお、神奈川県内のマックスバリューは津田3店の未当社が運営しており、残りの店舗はマックスバリュー東海の運営である。 マックスバリューエクスプレス北、カラス山店、マックスバリューエクスプレスシンプルフレッシュ良いものを手軽にをコンセプトに展開する都市型小規模業態。もともとはイオンリテールが新たに立ち上げた店舗ブランドで、九州分割に伴って当社が運営を継承した。継承後は同業態を積極的に出展しており、現在は東京都、千葉県、埼玉県、 神奈川県に展開している。2013年以降、イオンエブリ株式会社から、鶴亀ランド、鶴亀鶴亀の店舗を継承、譲り受けし、一部店舗では野護を変更せずに、運営していたが、順次、マックスバリューエクスプレスに野護を変更したほか、譲り受け時に野護を変更して、リニューアルオープンした店舗もある。これらの店舗の中には、一部商品を、 外部の業者が販売を行っているところがある。イオンエブリから継承した店舗の一部では、取り扱い商品が限られているほか、お客様感謝デーなどのセールを実施していないため、店舗案内では、該当店舗にその旨の正し書きがある。これらの店舗では、和音を含む電子マネーや、クレジットカードの利用ができない。店舗によっては、パスも安いかなどの交通系電子マネーのみ利用が、できる。 和音利用の可否は、メガボルト関東のホームページ上で確認できる。なお、神奈川県内のマックスバリューエクスプレスは、木月住吉店の未当社が運営しており、残りの店舗はマックスバリュー東海の運営である。モアーズ川崎店も当社が運営していたが2015年6月28日に閉店した。なお、マックスバリュー東海も当社同様に、 イオンエブリ株式会社から店舗を継承しており、このうちの5店舗は再オープン時に解消、残りの4店舗は一旦、鶴亀として営業後、マックスバリューエクスプレスに屋号を変更している。立ち上げ当初は当社のみの独自ブランドとなっていたが、その後、当社以外のマックスバリュー運営会社により、北海道、秋田県、山形県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、 広島県、福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県にも展開するようになる。キッチンランド2013年7月29日にイオンエブリから継承。同社から継承した他の店舗ブランドとは異なり、譲り受け当時の店舗ブランドのままで営業している。また、マックスバリューエクスプレスの一部店舗同様、ワオンや、 お客様感謝デーなどの4グループのサービスや特典の利用が不可となっている。埼玉県所沢市の新所沢パルコ店のみでの展開。ありがとうございます。